梅雨前線の影響で県内は断続的に雨が降っていて、夕方にかけて大気の不安定な状態が続く見込みです。今朝の新潟市は断続的に雨が降り、傘を差す人の姿も見られました。午前10時現在の24時間降水量は、多いところで新発田市赤谷で93ミリ、関川村下関で 88.5ミリ、新潟市中央区で 83.5 ミリなどとなっています。昨日の夜から朝方にかけて各地で土砂災害警戒情報が発表されましたが、現在はすべて解除されています。このあと夕方にかけて大気の不安定な状態が続く見込みで、明日正午までの24時間の降水量は上中越で30ミリ、下越で10ミリと予想されています。気象台は上中下越では土砂災害に注意警戒するよう呼びかけています。